本日、葛尾村の拠点区域の避難指示解除を決定いたしました。これは長期間帰還が困難であるとされた帰還困難区域において初めて住民の帰還を可能とする決定です。政府は今日、原子力災害対策本部と復興推進会議の合同会合を開き、原発事故の影響で帰還困難区域に指定されている葛尾村の復興拠点の避難指示を今月12日に解除すると正式に決定しました。帰還困難区域に住民が帰還できるのは初めてです。岸田総理はあさって現地を訪問し、住民に直接方針を伝えるということです。